悟空、悟空クリリンの戦かえ、お前キャニオニング明日できるそうです今よかったですね、楽しみだなキャニオニング。明日すぐ帰れないの俺。ダメ、帰らないよ帰らないよ、みんな明日多分11時出発だからね11時まで寝ていいの。寝ていいよ、寝ていいよ。よーし、明日もらおう。よし、とりあえずちょっと胸を裁判しましょう。胸を裁判、胸を裁判、胸を裁判、開廷。傍聴人の方、はい、どうもこんばんは、裁判長の裁判長ゆっぴでございます。え、被告胸を、はい、はい、はい、こちら被告人の後輩の胸をでございます。まず、ムネオくん、はい、あ、君には黙秘あるけど、はい、弁護人はつきません一切弁護する余地はたぶん、黙ってやるのが聞くだけですから。なるほど、なるほど、はい、パワハラとか言っちゃダメだよ、はい、そういう世界だからね、はい、勝手にしちゃった。はい、じゃあ、皆さん聞いてください。じゃあ、7月10日に起こった事件をここで皆さんにお伝えしたいと思います。7月10日心当たりは全くございません。まあ、とある、釣りのポイントさん、熊本インターネットとあるポイントさんの事件をご報告したいと思います、はい。その時はですね、某バスプロ、はい、レイドジャパンのケイモリさんがいらっしゃるイベントがございました。はい、来てなかったんで、はい、僕一人で見てました、ね。会場で、どうすか、ネオさんじゃない、はい、で、彼がね、スタッフに連れられて来るわけですよ、はい、お、てきに俺の子来ると思ったらね、はい、そんな阿波踊りみたいに来たんですかスタッフさん、こう、ちょ、すいません、すいません、ちょ、パニックなんです、すいません、俺、すいません、すいません行くわけよ、おやおやおや、ムネオくん、ビップタイプじゃないのおやおや、まあ、有名な方で、まあ腐っても残念なイケメンだそりゃそりゃパニックになるよな、なんだ、まあその僕の横で胸が大変だったねっていうできないの言葉をかけようと思った、はい、どこ通ったの、どこ行ったの、あれ、え、来たんじゃない、なんと、なんと、裏、裏に行ったの、裏裏から見てんだよ、彼会場で見てないんだよ、彼おい、どういうことだよ、裏から見るって。小休憩で、僕トイレ行って、はい、トイレのね、ちょっと書いてる裏口がこう見えるトイレのところ、窓からね、はいはい、ずっとこうやって窓こう見てたの、こう覗いてたの期待を当てたの、こう見て覗いてた、この人ね、はい、ケイモリさんと楽しく談笑してるわけ、はい、おやおやおや、はい、で、この人パッと目、こう、はい、こうなんか視線感じてたのね、はい、パッとこう目合ったわけよ、はい、パッと目変わった時、はぁ、しまったって口には出してないよ、口には出してない、彼はしまったでも顔がね、しまったって言ってる、言っても、あ、しまったガトッコだったよ言ってる、もぞ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 そしたら、彼もさ、あ、ニッピーだねって来てくれたわけ、うん、でもみんなでね、写真撮って、うん、まあまあ、よしとしよう、はい、あー、ミルクありがとうね、あ、初めてお話できてありがとうね、ムネ君、その時ありがとう、うん、じゃあ、午後の部始まりまーすってスタッフさんが呼びに来たわけよ、はい、あ、じゃあ午後の部始まるんで、倉森さん、どうぞ準備お願いします、あ、じゃあ僕もちょっと席で楽しみますんで、失礼しますって、でっきり俺の後ろついてくると思ったら、うん、どこ行ったと思う、彼なんで行ったんだね、金森さん一緒に裏口入ってんだの皆さん、どう思いますか彼のこの行動は失礼しましたちょっと泣きそうや、ゆうき俺、胸を裁判で生きようよと今日来たんだよなんで俺がこんな格好 させられてんだい、ね、おかしな話だよ俺はあの胸をのしまったって顔忘れないよ悲しかったって顔忘れないよ俺どんな顔してたしまったもうしまった忘れとった忘れとったって で、あの横切る時はどんなやってるんですかお前しこ誰
誰が悪いか分かんなくなっちゃったね。この話やめよう。どつもり、どつもり、ハワル、どつもり。第1回。第1回、鶴岡臨床裁判。鶴岡宗男裁判でした。宗男裁判でしたね。あ、ただの敗訴ですね。敗訴。敗訴。敗訴。いやー、負けちゃったね。第2回また見つけていきます。裁判ね。裁判見つけていきます。ありがとう。相手は誰？相手はもう鶴岡の誰？鶴岡の皆さんでございます。わかりました。ありがとうございました。閉廷でございます。さあ、お夜食の時間ですよ。お夜食の時間でございます。つい、宗男君、モルフォン入れてやってよ。モルフォン、モルフォン入れてやって。なんでそんな元気ないんすか。もうなんか疲れちゃったね。夜も更けでしたから。もう半分くらいやっちゃってよ。はい、ホルモン、ホルモン焼きそばいきますよ。行ってください。いいですか。行ってください。はい、ジューコよいしょ。これは時間かかるパテン。こっちがいけん。いい感じになったら呼ぶわ。まだだろ。火がまだですね。まだまだまだ全然焼けない。ちょっと待ってて。ちょっと待ってましょうね。ロデシャロ。うん、だいぶいいね。いい感じですか。うん、肉が多めでいいですね。肉多すぎたね。全然食えます。玉ねぎ少なくないですか。玉ねぎ少ないね。玉ねぎこれしかなっちゃう。もうなんか来てんだわ。疲れが。エガヘスでいっぱい泣いたから。いっぱいでいっぱいいっぱいになっちゃった。子供ですか、泣き疲れるって。泣いてね。泣き疲れるって子供ですよそんな。行きましょう。行きましょう。まだだよ。まだだよ。目入れてから。おいし。そうそう、これはなんかガクガクガクて。おーい。シャンタマベイビーして。シャンタマ。うどん。どうもです。はい、さあ、こんばんは。こんばんは。もう行きますね。ただもう暴力的に入れるだけ、はい、いいですね。わ、絡めますね。絡めますね。味見なら任せろ。味見大事。麺食ってくれよ。熱い。宗男さんは肉を集めてるんですか。ダメダメ、それ味見のレベルを超えちゃってる。バレちゃった。どうですか。うまい。じゃあもう完成。じゃあ完成ですか。よっしゃ、完成。はい、はい、UP さん特製の、なんだ、ダメだよ、受けよ。ホルモンうどんです。煮込みうどん。煮込みうどんです。はい、完成です。よし、待っていこう。はい、食べていきましょう。どうやって持っ て,、ね、ていきますか。美味しそう。これはうまいだろう。これはうまい。いただきます。いただきます。いただきます。ホルモンとまたす、うん、肉がうまそう。ね、うまい、うまい。こいつが明日朝飯これでいい。マジでこれでいい。使います。これマジでうまい。大好評じゃないですか、UP さんの夜食。うん、うん、めっちゃうまいっす。うめ、どうぞ。これやばい。塩辛かったの、醤油くんやった。へぇ、おっ、ほら、悟空夏目一中行ってみっか。さあ、2回目でございます。2回目ですよ。ちょっと匂いが前回のより数段前で、はい、ちょっと忘れもんば入れたとですね。今回何入れたんですっけ。ね、カメノコじゃなくて有頭エビやろ。有頭エビのね、殻の粉末にした唐揚げじゃなくて、ふりかけです。あ、めちゃくちゃや。じゃあ、今回はエビ粉末入り。お、粉末見えるね。見える、うん、うわ、粉末うまい。うま、超うまい。香り、香りがやば。吐き口で言うなよ、でも吐き口で言うなよ。めちゃくちゃうまい。うん、それで言うなよ。UP、めっちゃ美味しい。なんでよ、それ吐き口やめなよ。調べたさ、吐き口やめなさ。聞いてきて、調べたさ、原因、腫れた原因調べたらね、ストレスって書いてあったか。あ、あるね、可能性。UP ストレス感じてたろ。ストレス感じてたろ。
ストレスが唇にドーって出た。唇に、上唇に、うん、指からのストレスが。それじゃあ、おやすみ。はい、ね、エンターテイナーですけど。エンターテイナーですけど。もうエンターテイナーですけど。なんて言った、なんて言った、エンモタですけど。俺もエンターテイナーですけど。理解するのに30秒かかっちゃった。考えさせちゃったね。本当にやるんだね。本当にね、ここ3人はね、寝ないと体力持ってかれてるから、はい、電気消してね、下も上げる口になっちゃうね。いやでも下も痛くなってきたもん。じゃあドナルドダックだ。ドナルドダックだ。じゃあすいません、おやすみ。元気ないね。おやすみ。楽しみで、はい、楽しみで。いや寝るよ。ゆうぴーさんを負けちゃいない。後半だけどさ。いやー、いいです。ゆうぴーさんを負けちゃいない。
何のハイタッチ。やったやった、頑張ったよ、頑張ったですね。最近で一番頑張ったよ。ペガさんの顔を見てほしい。俺の顔もひどいことになってるかもしれないけど。仲良しな、はい、仲良しショット。もう自信あります。まあ多分終わりですかね。終わりですね。終わりですね。いや、またじゃあちょっと登って着替えてからちょっとゆっくりしましょうね。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。